んって本当にメイドなんですか？いや、普段からメイドらしいことしてるの見かけないなーって。そこまで言ってない。メイドって言うからには家事全般をこなすべきなんじゃない？うるさいやーい。なになに、急に大声出して。メイドだからとか決めつけんのよくない。そこまで必死に言わなくても。ふんだ、私お仕事行ってくる。トントン。おー、怒らせちゃった。次、メイドだから何かしないといけないかな。すっごい気にしてる。そうですね。家事以外でも何か特技みたいなものがあればいいんじゃないですかね。特技？あ、玉乗り。見てよ船長、これ何だと思う？玉乗りだよ。ははははは、これよくない？これよくない。ここはやっぱりお料理とかお掃除とか基本的なのがいいと思うな。やだやだやだ、めんどくさい。ゲームのお手伝いでいい。まあ、ゲームお手伝いメイドも可愛いとは思いますが。急に事故を肯定してきましたね。でも特技はあったらいいよね。一発芸のようなものがあれば。はい。いや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 、危ないでしょう。アイドルなんだからもっと別の玉乗りだ。動物みたい。いやーん、だったら見本見せてよ。いいですよ、やったことないけど。要はバランスが大事ってことで。いやー、どうしたの船長。やっちゃった。二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。